心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回は ASD と自己愛性パーソナリティ障害は違いますかについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問は ASD 自閉症スペクトラム障害と自己愛性パーソナリティ障害、この2つは違いますかというご質問になります。まずシンプルなお答えとしては、これは違いますと。ただし一部注意が必要というふうにお答えしたいと思います。ではこの2つまず振り返っていきますと、まず自閉症スペクトラム ASD ですけど、これは社会性の障害、対人面のこととこだわり、この2つが特徴的な生まれながらの発達障害になります。社会性の障害というのは対人面の障害でありまして、これによって他者に配慮ない言動、他の人に配慮ない言動が出てくることがあると言われます。その結果、最近ですとご夫婦間ではカサンドラ症候群などで問題になることも言われています。2つ目の自己愛性パーソナリティ障害ですけども、これはパーソナリティ障害の一つでして、その中でも自分が特別だと思い他者を下に見るタイプのパーソナリティ障害になります。この認知の偏り、考え方の偏りによって他者への配慮ない言動が出ることがあります。これもカサンドラ症候群でも問題になりますし、その他職場、人間関係などでも問題が出てくることがあります。で、この2つはまず、明確に違うものというふうにはお伝えしなければいけません。 ASD 自閉症スペクトラムはあくまで発達障害、生まれながらの脳の特性というところになります。その一方で自己愛性パーソナリティ障害は、これパーソナリティ障害の一つでありまして、もちろん元の要素はあるんだけども、そこから経験も合わさったことによって出てくるパーソナリティ障害であります。なのでこの2つは違うと。一方で注意点はあります。どういうものがあるかというと、まず1つ目は一見似ることがあるというところ、2つ目は合併することがあるということになります。順番に見ていきます。まずは一見似るところがあるということですけれども、この2つ原因は違うんだけども、表出、表に出るものは似る点が多いというところがあります。具体的な共通点をちょっと見ていきたいんですけれども、まず1つ目としては他者への配慮ない言動というところ、これは ASD の元の社会性の障害から出ることもありますけれども、一方で自己愛性パーソナリティ障害において、相手を下に見るという認知から出てくることもありえます。2つ目としては、いわゆる自分ルールの押し付けというところになります。これは自閉症スペクトラムの、こだわりから起こることも少なからずありますけれども、一方でこの自己愛性パーソナリティ障害においても、あくまで自分の方が正しいと思うから自分ルールを押し付けるという文脈で出ることもあります。3つ目としては冷たさや共感性のなさというところが指摘されることがあります。これは自閉症スペクトラムでも、対人面、社会性の障害というところをベースに出ることもありますし、逆に NPD 自己愛性パーソナリティ障害においても、認知のところからこういった表出が出ることがあります。ここでご質問としてあるのが、例えばカサンドラ諸国において家と仕事で態度が違います、この場合はどっちですかというご質問を受けることがあります。ここにおいては、その態度を変えることがある種企業にできるというところにおいて、ASD ではなくて自己愛性パーソナリティ NPD の可能性が高いとは思われます。ただし ASD 自閉症スペクトラムでも外では過剰適応をしていると、で家である種素が出るという部分の可能性も否定しきれないところがあります。ただ一方で、いわゆる悪意とか駆け引き的なところに関しては、ASD 自閉症スペクトラム障害では、比較的目立ちにくいというふうには思われるかと思います。2つ目としては合併することがあるというところになります。ここでパーソナリティ障害をちょっと振り返っていきますと、元の要素があって、そこに経験が加わることによってパーソナリティ障害になるという文脈がありました。ここで非常に似やすいのが、発達障害に二次障害が加わったらどうかというところでして、発達障害、元の傾向があった中でいろいろ嫌な経験、二次障害が加わることでパーソナリティ障害、いわゆるパーソナリティ変化によってパーソナリティ障害の症状が出るということがあり得るということがあります。ここにおいてより詳しく見たとき、自閉症スペクトラム障害にじゃあ二次障害が加わったらどうかとなりますと、パーソナリティ障害になり得るわけですけども、その中で何がなりやすいかというと、この自己愛性パーソナリティ障害の方に行くことがあり得るということがあります。例えば今幼少期に孤立した時に二次的に自己愛性パーソナリティを合併することがあるという点です。見ていきますと、
まずこの ASD がありますと、幼少期なぜか対人関係うまくいかないと、まあ、自然な形でなぜか孤立したり、なぜかいじめにあったりということが、まあ、現実的に結構あります。そうすると、まあ、他者に対しての認知というのはやっぱり変わってきてしまいます。まあ、他者は自分を傷つけるものだと考えると、まあ、信じれるのは自分だけだとなってくると、まあ、ある種の自己愛性パーソナリティ的な認知、まあ、自分は自分しかいないというふうになっていくということが、まあ、理論的にもあり得るということがあります。まあ、これは何とか防げるに越したことはないです。対策としてどうかということを見ていきますと、まずまあ幼少期というところで見ていくと、まあ、早い段階で何かサポートとか療育を入れられないかと、そうすることによって二次障害を防ぐことによって、この自己愛的なパーソナリティ的なものを防ぐことはできないかというのがあります。じゃあ大人になってからどうかという点でいきますと、もし自分で気づいたらどうするかということですけども、まあ、これはまあ、気づいたらなんとか徐々にでも修正できないかというところ、まあ、今と昔は違うと、まあ、昔のイメージっていうのは引きずってしまうことありますけど、それと今は違うというところを軸に、まあ、痛みもありますけど徐々に認知を修正するというのは、まあ、一つ方法になってくるかと思います。では周りの方が合併したらどうかということなんですけれども、まあ、周りの方から見たときに、まあ、その方向としては、まあ、そういうやっぱ相手が信頼できないところから生じているとすれば、まあ、他者相手も信頼できるに足るっていうところを、まあ、徐々に示していくということができると本来はいいんですけれども、まあ、なかなか、まあ、実際問題巻き込まれたりすると危険もありますので、もう無理はしないということが原則だと思います。ちょっと抱えきれないと思ったら距離を取るというのが現実的な安全策なんじゃないかなというふうにも思ったりはします。今回はASD 自閉症スペクトラム障害と自己愛性パーソナリティ障害は違いますかというところで見てきました。この ASD と自己愛性パーソナリティ障害は本来違うものですし、少なくとも自閉症スペクトラムを持った方が全て自己愛性パーソナリティの的な認知を持っているということではありません。そこは明確に違うと申し上げます。その中でただ両者は表出、表に出るものは似ることがあったりすることがありまして、この由来が特性なのか、それとも認知の面の偏りなのかというところで判別をするんですけれども、実際判別は難しいこともあります。また、ASD の二次障害として、この自己愛性パーソナリティ障害のような症状が出ることがありまして、まあ、ここは対応難しいところですけれども、もしご本人に変える意思がある場合には、まあ、修正の余地が生じ得るんじゃないかと思われます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録していただけると大変励みになります。